どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、明日6月の29日、ANA の感謝の日ということで、前日になりまして、ANA のね、スーパーバリューセールの対象路線がですね、発表されましたので、本日はこちらの解説、プラスアルファということで、動画ね、やっていきたいなと思います。それではね、早速内容に入っていきたいなと思います。 多分ね、6月の28日にね、この動画出せていると思うんですけども、こちらですね、ANA スーパーバリューセールということで、今回ね、ANA の感謝の日でスーパーバリューセールね、来るわけなんですけども、対象はですね、お盆登場の ANA スーパーバリューセール瓶限定っていった形になります。で、販売期間はですね、6月の29日明日0時きっかりから23時59分までっていう風に、 なります。で、登場期間はですね、今回2023年の8月のお盆の時期ということで、8月の7日月曜日から8月の18日っていった形になります。で、対象路線なんですけども、国内線全路線便限定っていう風になっております。ですので、8月のお盆の時期ですね、どこかね、利用されたいっていう方はですね、 まあ、ピン限定にはね、なっているわけなんですけども、今回ね、バリューセール全路線対象っていう風になっておりますので、ぜひね、こちら利用していただければな、なんていう風に思うんですよね。で、こうしたいときにですね、主要路線がね、記載されておりまして、こういった形になっております。羽田札幌1万円、羽田福岡1万2000円、羽田伊丹8000円、羽田函館1万4000円ということで、またね、羽田宮古とかも1万4000円でね、出ているっていう風になりますんで、 こちらね、まあ、平常時であればですね、セールね、このぐらいの価格になると思うんですけども、こちらね、8月のお盆の時期で、まあ、この価格っていう風になりますんで、特にね、羽田札幌とかね、羽田福岡とかね、ここら辺はかなりいいのではないのかな、なんていう風に思います。まあ、最近ね、航空券高いので、普通の時期でもね、こういった価格で購入することね、まあ、なかなか少ないと思いますので、まあ、今回ね、かなりお勧めていた形になります。で、こちらはですね、公式サイトに載っている、まあ、 っていう風になっておりまして、細かい運賃ですね、日付と路線と、今回ね、瓶限定っていう風になっておりますんで、対象便もね、ちょっとこちら細かい図で申し訳ないんですけども、こういった形でね、公式サイトにえ載っているっていう風になりますので、気になる方はですね、ぜひね、チェックしていただければな、なんていう風に思うんですよね。まあ、お盆の時期だったらね、かなりいい価格になってると思いますので、ぜひね、チェックしていただければな、と思います。 で、ANA のね、公式サイトルにね、セールのおすすめカレンダーということで、まあこういった形でですね、あの、予約はね、狙い目みたいなところもね、記載されておりますんで、こちらも合わせてね、ぜひチェックしていただければなと思います。 で、またですね、明日6月の29日ね、ANA 感謝の日でね、あのトラベラーズプランの ANA 級特別ホテルプランもね、出るっていう風になっておりまして、こちらね、対象のホテルはね、記載がないんですけども、一応ね、一泊1名8000円からね、特別価格も え、出るっていう風になりますので、こちらもね、お盆の時期でこの価格だったらね、結構いいのではないのかな、なんていう風に思いますので、こちらもぜひね、チェックしていただければな、と思います。対象ホテルはね、残念ながらまだ、あの、詳細ね、わかりませんので、6月の29日ね、えー、0時になったらですね、詳細出てると思いますので、ぜひね、チェックしていただければな、と思います。 それでは次にですね、a n a p なんですけども、とうとうですね、Android 版がですね、登場いたしましたということで、待ってた方ね、かなりいらっしゃると思いますので、Android のね、スマートフォンを利用されている方はですね、ぜひね、こちら a n a p ね、導入していただければなと思います。 あの、結構前にね、動画出しましたけども、最大合計1万マイルね、もらえるキャンペーンもですね、こちらね、参戦することができるっていう風になりますんで、ANA、ビザマスターカードの方で限定にはなりますけども、こちらもね、ぜひね、チェック、またね、利用ね、していただければなと思います。まあ、これでね、1万マイルもらえるのであれば、かなりね、いいキャンペーンっていう風になりますんで、ぜひね、取りこぼしないようにね、していただければなぁと思います。ということで、今回ですね、ANA 感謝の日、スーパーバリューセールがね、やってくるということで、 ね、さしていただいたわけなんですけども、まあほとんどね、解説はさせていただいてないので、まあ本当にね、あの、お盆の時期でこの価格であればですね、かなりね、おすすめっていう風になりますんで、ぜひね、 8月のお盆の時期ね、予定決まってない方ですね、ぜひね、チェックしていただければなと思います。またね、前回ね、動画にもしましたけども、ANA のね、減額マイルキャンペーンも6月29日、あとね、数時間後にえ始まるっていう風になりますんで、ANA スーパーバリューセールもね、非常におすすめなんですけども、このね、減額マイルキャンペーンもね、非常におすすめで、まあ、ハワイ路線はですね、まあ30、30%オフで往復2万8000マイル。まあ、マイルはね、そんなにかかんないんですけども、サーチャージがね、5万円超えて、 てくると思いますのでまあ、ちょっとねそこは厳しいかななんていう風に思うんですけどもまあ、ベトナムのハオハノイとかねインドのデリームンバイは50%オフで往復ね1万7500マイルで利用することもできるっていう風になりますのでこちらね利用されたいっていう方はですねぜひねこちらも狙っていただきたいなと思いますおそらくねこのベトナムハノイ路線がね一番人気になるのではないのかななんていう風に思いますので まあちょっとね、サイト繋がりづらくなるかもしれないですけども、まあ、かなりね、お得っていう風になりますんで、ぜひね、チェックしていただければななんていう風に思います。ということで、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントね、やっておりまして、あ、そういえばですね、ANA のね、プレミアムポイントの自動計算ツールっていうのもですね、LINE 公式アカウントで作成いたしましたので、ぜひね、こちらも便利に使っていただければ、 ければななんていうふうに思いますので、ぜひ LINE 公式アカウントね登録していただければなぁと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなぁと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。